カイサだよー、パカイサだよー、サヤリスチャンネルです。はい、今回は活動休止後、まあ再開後ですね、の初の質問コーナーをやっていきたいと思います。イエーイ。今日はね、来る時にスタバを買ってきたんですけど、お札バターフラペチーノめっちゃ好きで、めっちゃ飲んでますね。え、何回お札何回お札？2お札。あ、2お札ね。うん、フードも一人2個ね、買ってきたので、もうこれはね、朝昼兼用な、まあ、ご飯な感じで今回は食べながらやりたいと思います。3、はい、じゃあ3、はい、いただきます。なんか初めて飲めたみたいな。違う違う、もう飲んでる。本当に用お札で飲んでる、ガチ飲んでる。じゃあ早速いきます。リサチに質問。前髪はこのまま伸ばすの？学校には前髪分けていってる？このままね、前髪に伸ばそうと思ってるかな。どこまで伸ばすんだろう。結構ね、顎くらいまでいけたらいいなって思ってます。で、学校には普通にね、前髪分けていっちゃってます。これなんて読む？って来てるんですけど、多分教内だと思う。教内、教内か。教内です。教内です。ファンの子にされて嬉しいことってある？あの、ファンになってくれてること自体が嬉しいから、それ以上を求めようとさやはしてないです、あんまりもちろんね、さやの言ってたこともそうなんだけど、さやりさチャンネルの動画をね、最後まで見てほしいですね。くれたら。なんかよくあるのはさ、動画でそのこと話してるのにさ、こうなのとか質問、 YouTube のコメントとかさ、いろいろ来てたりとかさ、うん、あったりするじゃん。そういうのはちゃんと見てから、できればコメント書いてほしいです。今一番欲しいものは何ですか？あの、ヘッドホンが欲しいんですよ。でもこの間イヤホン買ってもらったばっかなんですけど、なんかヘッドホンも欲しいなって思って、なんだけど、欲しいヘッドホンがあるんだけど、あともう一個、あともう一個言っていい？めっちゃ欲しいわ。服欲しいです。もう秋冬がまだないから、もう秋に入るじゃん。だから秋冬欲しいなって思って。服いいね。まあ先週買ったんですけど、欲しいなって思って。あ、あともう一個言っていい？うん、あと今無理なんだけど、あの、これピアス穴開けた。もうちょっと先なんだけど、あともう一個言っていい？うん、あとは車の免許を取りたいです。まだまだ先かな、それは。あ、それまだ先だね。あ、連れててくれんの、どっか。あ、いいよいいよ。免許取ったらね。免許取ったら結構先だ。免許取ったらいい。なんかコードじゃないイヤホン欲しい。ワイヤレスイヤホンっていうの欲しいかな。うん、なんか電車とかでイヤホンね、つけようと思うんだけど、あのコードのやつで、なんか周りの人、コードの人あんまりなくて、ちょっと恥ずかしくてつけれない最近。え、でも別にコードでもいいんじゃない？あれでしょ、チークでしょ。濃いめのチークでしょ。いつもさやかママに借りるんですよ。だから、チーク、濃いめのチーク。おすすめのやつあったら教えて。教えてください。教えてください。じゃあ次。SNS 活動でも、それぞれ個人でも、この休止で新しい目標はできた？リサのとぼけモード。いや、ちょっと考えてるから、マジで。なんかさ、考えるときさ、めっちゃ癖強いね。考えてるからなの。あ、そっか、ごめんごめん。あの、キューガルの後ろのところのアンケートの結果のところに必ず、あの、乗ることを目指してます。絶対迷子を維持できるよう頑張ってます。目標としてます。じゃあそのためには、あ、そのためには、応援よろしくお願いします。違うでしょ。アンケート書いてくださいって。アンケート書いてくれると嬉しいです。はい、みんないつもね、買ってくれてる方はその後ろのページね、うん、書いて。ちょっとね、大変だと思うんですけど、うん、してくれたら嬉しいです。嬉しいね。 SNS を、最近はインスタを頑張ってます。数字の目標は、あの、作ってないです。それこそ再生回数とか登録者数とかフォロワーとか、いろいろね、気にしすぎず、まあ、ちょうどいい具合にやっていこうと思ってます。ファイト。それはリサチもでしょ。うん、ファイト。はぁ、めっちゃ人事なんだけど、その人頑張れ、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろうでしょ。ファイティン、頑張ろう。2人の MBTI は
リサチはマジでザ論理学者です。これだけは言えます。マジでザザザザザザザ論理学者です。 INTP ですね。 INTP かな、あの紫の女のメガネかけてるやつです。どう考えても論理学者です。はい、論理学者しか出ません。最近は ESFP です。で、前まではこうやってやってる広報運動家だったんだけど、今はこうマラカス持ってる確かエンターテイナーだったと思います。ニキビケアの化粧水でおすすめある？リサはね、化粧水 97% ってやつ使ってます。こういう白いやつですね。サヤはビオデルマの拭き取り洗顔をしないとニキビができちゃうんで、朝は拭き取り洗顔して、夜もメイクしてなくても寝る前にこうやって拭き取り洗顔して寝てます。これが一番自分的にはいい気がします。リサもそれやってる？やってるよね。やっぱいいよ、大事。カラコン何使ってる？今日はね、2人とも同じカラコンで、ほうじ茶バームっていうフラミンさんのやつ使ってるんですけど、今日は一緒だな。まあリップしない予定なんですけど、私のだからね、それママが買ってきてくれたりさ。いつもは桜ローズです。で、まあ5回に1回とか、まあ、10回に1回くらいの割合できなこロールを使っています。リサはね、前回先週四国チックの時にきなこロール使ってて、他はうちまだ定まってないんだけど、いろいろ使ってます。フラミンを使ってる理由は、つけ心地がいいからです。彼氏できた、おめでとうメッセージちょうだい。どうする？買ってあげる？これ選んだら言ってあげてよ。買ってあげる？じゃあやってあげますけどね。せーの、彼氏できたね、おめでとう。いつも頑張ってるとこ、空から見てるよ。何？神なの？空から見てるって、どういうこと？違った。いつも頑張ってるとこ、実は見てるよ。どっかね。誰が思ったあれ？彼氏さんとまずは1ヶ月続いたら、さやの DM に自撮り写真、2人の写真を送ってね。こんな感じかな。送る前提で、うん、送って、送ってください。になってるやん、自分に。送ってください。また半年になったら、また質問コーナーの時に書いてきて、こちらもう一回お祝いするか。そうだね。二人の恋が続きますように。次、リサチとの変顔できてるんですけど、これは二人でやる。これはさ、にらめっこってことかな。こっちに。こっちに？また黒歴史。さっきから嫌な。また黒歴史。さっきから嫌いや。また黒歴史作っちゃう。いる？まあそんなにお願いするんだったらいいけど。こいつ嫌だ。じゃあせーのする？うん。どうしよう。せーの。いい？できたら準備できた。何？やろうとしたらさ、準備できたって振り返ってくるのすごくない？なんで？もうやる体制に入ってた。あ、入ってた。せーの、好きなプリキュア、これ私はルートミーと春色世界です。だけど春色世界2出たのって、プリニューなんだけど、それはまだ撮ったことないんでわからないです。リサも春色世界めっちゃお気に入り。いいよね、わかる。最近のリサとの喧嘩エピソード、これは、今日の朝もあったんだけど、あれはちょっと言いたくないから、違う。ん？やっぱなしで。ね、いや、いいよ、言わなくていいよ。じゃあいいよ。別の話して、最近の。言ってよ、じゃあ。それないよ、言ってよ、じゃあ。何言うの？言ってよ、じゃあ。最近喧嘩してなくない？はい、じゃあ次。6歳の娘からの質問です。どうしたらそんなに可愛くなれますか？嬉しい、うん、だってまだ年長さんでしょ。年長さんか小学1年生かだよね。いや
やば、見てくれてるんだ、ありがとうございます。ありがとうね。まあ、まず、まあ、大前提としていっぱい食べていっぱい寝てください。で、バランスよく食べてください。まだダメまだダメです。じゃあ次は、宿題は全部提出できましたか？これは夏休みのやつですかね。リサはまだ1個だけ提出してなくて、もうやる気なくて。やばっ。言わない方がいい。何？人権メッセージはまだ提出しない。なんでドヤ顔でいいの？もう9月3週目だよ。作文のやつも提出してない。はやばっ。それはマジでやらなきゃいけないとか思いつつもやってない。頑張りたいと思います。ワークは締め切りの2週間後に提出して、それ以外はできてません。マジ？やろうっていう精神もあるので、どうかお許しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。体調は平気、高校とかこういうところ行くとかあるの教えて。せいちゃん大好き、ありがとう。体調は前よりはマシになって、まあ本当に全部治ったってわけじゃないんだけど、もうある程度は治りましたって感じで、高校はまだ決まってないです。こういう普通になんか市の学校あるじゃん、それの一番下もマジでこのままだといけないかもしれないくらい、本当にそのくらいのレベルの頭の悪さだから、本当にどうしようかなって感じです。新しい事務所決まった？決まってないです。今年でね、多分決まってないです。だからあんまちょっと中途半端な感じにはなっちゃうんですけど、リサは事務所に入っていて、サヤは今事務所に入ってないっていう状態です。誰かとコラボする予定ある？せーの、ないです。平日の勉強時間はどれくらいですか？せーの、1時間。ゼロ嘘つきマジバレたんだけど。1週間も勉強してた？お前それであの点数なん？なんでさ、今はまあゼロなんだけど、でも実は結構なんかスマホで、まあ、電卓とかやってますよ関係な電卓。なんか欲しい服とか調べて、それで電卓で通したりとかはしてますそれ男子さんやないかい活動のことは友達に言ってるの？言ってるっていうか、自分から言ってるんじゃなくて、やっぱりバレてるよね。なんかもう今はもうみんな知ってるけどみたいな。あんま言わないね。そう、知らないで接した友達とかもなんか実は知ってて接してくれてたりとかもある。そう、あれ知ってたなみたいな、まさかの知ってたこともあるね。じゃあ次は使ってる日焼け止めは？私は豆乳イソフラボンのやつですね。最後なんだっけ、なんて言うんだっけ、なんかアレクサみたいなやつ。アレクサ、わかる、アレクサね。ちょっとごめん、ちょっとアネスタだ。私はアレクサじゃなくてアネッサっていうのを使ってます。いつもどこで服買ってますか？エマワとかピンクハントで服をもらって着てることが多いんですけど、あとはサヤがね買ってる服とかを借りてます。今日の服はサヤの服な。今日もサヤの服なんですよ。この服可愛いでしょ。ここにロゴがあってバックプリント超可愛いから。サヤはなんかいつも行ってるところになんかセレクトショップみたいなのがあって、そこで買うことがめちゃくちゃ多いです。あとはスピンズさんとかウィゴーとかその辺もまあ買ったりもしてます。あとはママの服とかです次はお風呂ってスマホを持って入りますか？はいはい。まあ、なんか綺麗にするとこなのに汚いものが汚いらしいじゃん、スマホみたいな持っていくのってやっぱりちょっとあれなんだけど、まあスマホも綺麗にしてます。洗ってんの、スマホ？絶対嘘やんじゃあ次、彼氏いますか？欲しいよね。欲しいの？欲しいの？うん、びっくりじゃない？めっちゃ引っかかるんですけど。そういう願望がなさそうじゃん。てかなかったじゃん今まで。じゃあ次は、カラオケのお箱はあれでしょ、あれでしょ、やだ、恥ずかしい、ダダダダダダみたいな、うらうらよでしょ。そう、それは狙い撃ちは私の
山本リンダさんの狙い撃ちは歌うんだけども、まるまるもりもり歌ってない？ああ、それも歌ってるね。でしょ。よかぶっちゃ歌ってんじゃん。歌ってんじゃん。そうだよね。そうだよね。歌ってなくない？え、じゃ歌ってるよね。歌ってないんだよ、ほら。ねえ、歌ってんのに私知ってんだけど。妖怪ウォッチ歌ってるの。なんだろう。あるじゃん、なんかこういうやつ、あんじゃん、こういうさ、アイドルの猫のやつは、こういうやつあんじゃん。ねえ、もう、ボケてくる。怒っちゃった。わかんないじゃん。怒っちゃった。怒っちゃった。もうね、もう絶対わかってんだけど、とぼけてくるから、なんかやったかないか。そうね。じゃあさやは、あいこさんのストローは、ちょっと歌うね。洗濯機。ああ、マカロニ鉛筆さんの、洗濯機と君とラジオ。そんくらいかな。さやめっちゃ曲知ってるから、毎回歌ってる曲違う気がするんだけど。確かに。確かに。いつもカラオケ行くたびに、新曲をいつも追加するんで。なんでも知ってる。ぬ、ね。やばいよね。そんな知ってる。なんかリサが歌えなかったら、歌ってもらう。大体知ってる。わかる。みんなね、あんま、これ歌えるのかな、歌えないのかな、最近よく聞くけどっていい曲あったら、さやの前で歌ってください。そしたら一緒に歌ってくれたってね。はい、じゃあ今の身長、体重教えて。リサチは？リサチから言って、リサチから。リサチから言って。身長1センチ伸びて、155センチになりました。ねえ、やめて、どんどん行かないで。ね、あの体重は太りまして40キロになりました。真夏15じゃん。何の計算？さやと一緒。150、まだ152なんですよね。ごめんなさい。じゃあ皆さん、この動画を最後まで見るって約束してくれた方だけに言います。体重は37キロです。お互いがマイナス15だから比率が一緒なんだよ。最後にファンの皆さんに一言、最後に使ってっていう感じなんですけど、いつも動画を見てくれたり応援してくれたり、皆さんいつもありがとうございます。皆さんのおかげでうちらは支えになってるし、さやりさん委員会がいなかったらマジでうちらは生きていないかもしれないくらい本当にありがたく思っています。活動休止の時は辞めるって話もなったんだけど、さやりさん委員会のこととかいろいろ頭に浮かんできて、それで続けるってなったのも理由の一つなくらい、本当にいつも助けてもらってるし、本当に、いつも感謝をしきれない存在です。これからね、私は SNS 頑張って、いわゆるね、モデル関連のことも頑張っていこうと思ってますので、これからどうぞよろしくお願いします。何卒よろしくお願いします。何卒ってものあれ、何卒よろしくお願いします。みんなも飲んでみてね。はい、ということで、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。ボタン。